太郎社長です。今日はね、これから循環なんでね、まあ、多分枝経由で、西伊豆の方にね入ってくるかなと思ってます。今日ね、行くとこはね、オートキャンプ場にですね、ちょっとね、冬のね、この寒い時期にね、キャンプにしてね、行っています。じゃーん、今回の目玉はこれ、なんかここ硬そう、ヘビ刺さるかな。
これでいいかな。ちょっとブームもうちょい張らないよね。これね、中に設置。出入りするときに危ないから、こうした方がいいか。こうした方が。どうかな。で、意外とこれ大きいんだよね。よし。ということだね。そういうこと。よし。どうかな。ここ気をつけて出入り、それかそっち側から出入りするか。よし。今日のね、サイト。